しみを見せればいつもハートドキドキ揺れる心はマシュマロみたいにふわふわいつも頑張る君の声は動いてても気づかないよね夢だけなら二人だけでしょうか、はい、ですよね、その通りですよね。初めてこう、イタ車って言うんですよ、こういう車のこと。イタ車、あ、イタ車って言うんですか。ちょっとやめてよ、嘘を教えないでくださいよ。すごいですね。なんかざっとパッと見た時になんか一般の人の方が少ないというこの一般の服装の方の方が少ないという。いや、なんか私は結構アニメとかが好きなんで、それ大体見た時に、あ、このアニメはこの子だみたいなね、あるんで結構楽しもうかなって思います。はい、あ、そう、自己紹介させてください。岡山から来ました、鈴鹿で葵です。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。はい、この度
4月1日にですね、はい、改名いたしまして、ね、あ、4月まだだ3月1日に改名いたしまして鈴風葵というね、はい、名前にさせていただきました。まあ、いろいろありますけれども、はい、担当カラーは青色なんでね、もし青グッズ持ってる人はね、ブワッと持ち上げてもらってね、青グッズ探してる探してるそんな感じで広めていっていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。まあ、今日はみんなね、日曜日だし休みだし、このいっぱい楽しめれるし、お酒も飲んでるし、ワイワイしてワイワイして、はい、写真も撮ってね、今日は盛り上がって帰っていただけたらと思います。はい、というわけでね、いろいろ深く話しましたけども、じゃあ早速次の曲に行きたいと思います。次の曲、はいですね、はい、では聴いてください。
あ、ちょっとお水飲ませてください。ブレイクタイム、舞台ブレイクタイム。はい、お待たせいたしました。さっきの曲はリリリバーニングナイトです。はい、そう、みんなも飲んでね、飲み物。はい、というわけで、葵は、まあ、ずっとダンスをしていてね、なんかダンスだけは今までしてきたんですけど、さても歌も頑張りつつね、やっております。はい、で、ですね、告知をさせていただきたいと思います。あ、まだ言えない告知かもしれないこれ。告知しようと思ったけど、そう、まだ言えない告知な気がするんで、あと、あのツイッターをね、はい、検索していただけたら、鈴風香りじゃなかった、鈴風葵とね、検索していただくと出てきますのでね、ぜひ見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。というわけで、次の曲でラストになってしまいます。ありがとうございます。やめないで、やめるよそれ。パンパンなんだよ、この後も、この後もパンパンなんだよ。というわけで、最後の曲はですね、やっぱコスプレもしてるしね、私もずっとケヨンが好きなので、俺も本当にありがとうございます。この歌を聴いてもらおうかなと思います。それでは聴いてください。ドントセイレイジ。みんなでいくよ、ライ
終了したいと思います。鈴風葵でした。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。